2014年の秋、ドイツのベルリンで歴史ある日本のオーディオブランドが復活を遂げた。日本を代表する大手総合電機メーカーパナソニックの高級オーディオ専門ブランドテクニクス。国産ハイファイオーディオの黎明期であった1965年に誕生し、第1号製品であるユニットスピーカーシステムを世に送り出して以来、海外でも高い評価を得た数々の名機を生み出し続けた。そして高級オーディオのグローバルブランドとして揺るぎない地位を築いたものの、2010年に全製品の生産が終了し市場から消えていた。しかしハイレゾ音源の登場でハイファイオーディオに再び注目が集まるという時代の変化をパナソニックはビジネスチャンスと捉え、オーディオファンにテクニクスの復活を宣言したのである。その総指揮を取る復活のキーパーソン、パナソニックのホームエンターテインメント事業を担う小川美智子。新生テクニクスの音の責任者でもある小川の人生はいつも音楽と共にあった。そして音楽をこよなく愛する彼女にはもう一つの顔がある。もう一つの顔はジャズピアニスト。大手総合電機メーカーの役員として多忙な日々を過ごしながら演奏活動を積極的に行い、 CD もリリースしてきた。3歳からクラシックピアノを習い始めたんですけども、まあ、家の中では父がジャズが好きでステレオで毎晩レコードをかけてくれてました。それをこう覚えて、で耳コピーで自分でこう本当に見よう見まねで引き出したっていうのが初めなんですね。もう音楽自体はもう私のパートナーのようなもので、もう生活の中に、人生の中にもうなくてはならない存在です。そんな小川が松下電器産業に入社し配属されたのが音響研究所だった。まあ、その当時の研究所の所長っていうのはとても厳しい方で、まずはいい音というのはどういう音か、まあ、それを常に考えなさいと。自分の耳を鍛えるというところで、毎朝6時半には出社をして、8時のまあ始まるまでですね、視聴室で音を聞いて耳を鍛えました。小川が開発に携わった製品の一つ、フラットパネルスピーカー。忠実な再生能力が高く評価され、ウィーン国立歌劇場に納入された。その後2001年にテクニクスから離れた小川、彼女にとってテクニクスブランド生産終了の決定は、なんかこう一時代が終わったなという寂しい感じがしました。常にやはりいい音を作りたい、いい音をお客様にお届けしたいという気持ちでやってきましたので、ああもうそういったことができないんだな、できなくなるんだなという寂しさだと思います。そんな小川が2014年テクニクス復活プロジェクトの責任者を任される。もう本当に夢にも思っていませんでした。想像もしていなかったことでしたので、これはよほどの巡り合わせかなと。今の時代に今の、まあ、最先端の技術を使って過去のテクニクスを超えていかなければいけないなと。2013年から立ち上がっていたテクニクス復活プロジェクトは、小川をトップに迎えたことで加速した。ブランドの DNA を継承しつつ過去のテクニクスを超えていく。小川の熱い思いを新生テクニクスの製品として形にするため、
かつて開発に携わっていたものを中心に熱い議論が重ねられた。チーフエンジニアの伊丹哲也は、デジタルのアンプの技術というのは、テクニクスが、止まった後も、我々AV レシーバーとかね、ああいった分野では、ずっと技術開発をやっておったんです。ブランドの DNA は映像機器の音響装置などさまざまな分野で脈々と受け継がれていた。そして復活チームには若い技術者も加わった。奥田忠義は伊丹と共にブルーレイレコーダーを作っていた。例えば映像であれば映像を止めて静止画で、例えば2枚のディスプレイを比較して、どっちがいいどっちが悪いっていうのを比較できるんですけども、音の場合はですね、まず止めることができないので、その時間で入ってくるし、ものを聞いて覚えてまた別のものを比較する、そういうところが非常に、その自分の耳に頼るところがありますので、そういうところが非常に難しいところですね。過去に培った音響技術と最先端のデジタル技術の融合、さらに高音質を視覚的に訴求するデザインが求められた。過去の DNA をどれぐらい生かして、どの部分を新しくするかっていう、このバランスについてはすごく重要なところで、かなり苦労した点なんですけれども、音楽を聴くだけでなくて、音楽の躍動感とかですね、感動っていうのを見た目にもやっぱり伝えていきたいという、そういう思いのもとに、往年のテクニクスで使ってた大型ハリメーターっていうのを、今回は新たに新作してこちらに採用しています。トップの小川は製品が醸し出す高級感や LED ライトの青色の微妙な光加減など、さまざまな点に妥協なく指示を出した。楽器もそうなんですけれども、形によって音の出方が変わってくるんですね。なので、本当にいい音を出そうと思うと必然的にいい形になる、いいデザインになる。そういうところはもうこだわり続けて、音のためにはこのデザインであるべきだと。世界で1000億円の規模があるとし、パナソニックが再参入を決めた高級オーディオ市場。そこで認められるためには何が必要なのか。専門家は、ワン・アンド・オンリーの音技術と音、これが必要なんですよね。やっぱりこの音は本当にこのブランドしかないと、このブランドの音を聞きたいわという、やっぱりテクニクスならではの感動があって、この音は他では得られないと。世界の高級オーディオ市場で評価を得るものに、2014年テクニクス復活のリファレンスモデルとなる R1 シリーズが完成した。当然その自分の手でね、一旦やまったブランドをこう復活させることができるという喜びはすごく大きいものがやっぱありましてね、今までのキャリアというものがね、全部やっぱしその無駄になってなくって、ここからテクニクスの復活にかけて、さらにですね、積んでいけるなという。テレビだとかビデオだとか、そういった技術の蓄積をどうやって、オーディオに融合させていくかと、いかにマッチングさせて、そして、一つのまとまりのある完成度の高い商品にしていくかというところには非常にこだわりました。そしてドイツで行われる国際コンシューマーエレクトロニクス展で、小川は世界に向けてテクニクスブランドの復活を宣言。復活第1号の製品を発表した。しかしこの時小川にはある思いが交錯していた。ターンテーブルをラインナップするかどうかです。クラブ DJ のプレイに欠かせないターンテーブル。テクニクスのターンテーブルは DJ たちに絶大な支持を得てきた。
スクラッチ DJ の世界一を決める DMC DJ チャンピオンシップで5年連続優勝を誇るキリーク、 DJ ヤサと DJ ハイシーによるターンテーブルユニットだ。テクニクスがターンテーブルの製造を中止するニュースを耳にしたとき、彼らはもう自分の人生の半分以上が乗っかってるもんなんで一瞬真っ白になりました。マジでみたいな。僕たちの大事な音楽ツールとして、まあ、楽器と一緒な感じの相方というか、もうなかったら僕らの存在がなくなるぐらいの話になっちゃうんで。どんなハードなプレイをしても壊れないターンテーブルは彼らの音楽の表現には欠かせないものだ。一方、長年のオーディオファンにとってもレコードプレイヤーには並々ならぬ思いがある。対象が人間ですよね。人間がその心よくよく感じるっていうのはその物理特性だけで計り知れない部分が多くてですね、音楽体験が豊富で設計能力の高い人が作った商品っていうのは違うんですね。生演奏がいくらよくってもそのしょっちゅういけないしね、家の中でその聞きたいのが一つとね、それから過去に名演奏があるわけですよ。それを聞くためにオーディオ装置が欲しいという面もあるんですね。テクニクスはターンテーブルでオーディオ技術の歴史に残る偉業を果たした。それは1970年に世界で初めて搭載されたダイレクトドライブ式モーターの開発だ。この技術によってテクニクスのターンテーブルは人気を高め、名機 SL1200 シリーズによって不動の評価を得ることになった。オーディオブランドに限らず、よく知られたブランドには象徴となるアイコン製品がある。テクニクスにとってそれが SL1200 だった。例えばデジタル機器だったら他で代替できるかもしれないけども、プレイヤーは代替できませんから、やっぱりあれはもうテクニクスのマガン通りになりますよね。だからそういう意味では私ね、このプレイヤーが一つの起爆剤だと思いますね。40年近い歴史を持つ SL1200 シリーズ、パナソニックで長年テクニクスの営業を担当してきた植松のもとにはファンからの熱い思いが届いていた。クラブカルチャーの象徴ともいえる SL1200 は夢の詰まった機器でした。フロアで同じ空間を共有できたことに僕は誇りに思います。今まで本当にありがとう。これを読んだ時は本当にもう涙が止まらなかったですね、はい、再発売を待ち望む機運は海外にも広がっていた。イスラエルのテクニクスファンの呼びかけで世界中から2万5000通に及ぶ署名が集められパナソニックに届けられた。ものすごく重みを感じまして、じゃあこの方々の気持ちにどうやってお答えすればいいのかと本当に悩みまして、単なる過去の復刻版ではなくて、やはり今の時代にしかできないことをやるべきではないかと。そして新生テクニクスにふさわしいターンテーブルの開発が決定される。商品コンセプトが検討される中、テクニクスブランドの象徴であるダイレクトドライブをゼロから見直すことになった。ターンテーブルをよく知るベテランエンジニアが招集された。開発リーダーでモーターに精通した三浦博士。こちらが、従来の SL1200 になります。中を開けますとこのような構造になっていて、このターンテーブルを組み合わせることで初めてモーターになるような構造になっています。今回のモーターというのはこういうモーターになります。全く違うものなんですけど、これ単体でモーターとして回るような構造になっています。かつてのモデルでオーディオに精通したマニアから指摘されていたコギングと呼ばれるごくわずかな回転ムラを解消。
回転の精度を向上させた。三浦は生産を終える直前のテクニクスで最後に SL1200 を担当していた。その心の内には、自分の代で終わるということがものすごいやっぱりあの心残りで嫌だなというのはずっと残ってたんですよ。小川さんからですね、あのぜひやってくださいっていうそのご指名を受けて、やっぱり自分の代で終わらせてっていうその悔いもあるんで、なんとか復活させるのに力添えできたらなというのがありました。一方デザインは、まずあの一目で見た時のですね、もうアイコン性、あの1200と分かるこの形、ここはもう必ず踏襲しようと思ってました。設計の方からも歴代の1200シリーズの中で一番まあ高質なモデルを作るんだというふうな意気込みは聞いておりましたので、外観のデザインについてもそれにふさわしいものにしたいという思いが最初からありました。10ミリの厚みのアルミを削り出して正面にヘアライン加工を仕上げることによって、アルミの素材本来の高級感をデザインに生かすことができたと思っています。今回真鍮のプラッターのパーツを採用してるんですけども、ここの部分をですね、このラバーシートで完全に隠してしまうのではなくて、あえて外周部分をこういった形で見せることによってですね、非常にまあ効果的なアクセントラインとして活用できたかなと思っております。メカニズム、デザイン、新生テクニクスのターンテーブルが形となっていく。しかし思わぬ壁が立ちはだかった。匠の技の継承が途切れていたんです。匠の技、それを必要としていたのはターンテーブルの要となるトーンアームだった。ブランドが一度途切れ製造を終えた時、社内でその技術の全てを継承し続けることは難しい。そこで小川の取った行動は、テクニクス OB への協力要請だった。玉川長尾、松下電機では音響事業部に所属し、ダイレクトドライブの開発にも携わっていた。アクアテックは玉川が70歳で起こした会社だ。小型チューブポンプの開発・製造で知られる一方、90歳の玉川を筆頭にシルバー人材が活躍する職場としても注目されている。従業員の7割が松下電機の OB で、音響事業に関わっていたものが多い。まあ、現役だけではなかなかその、アナログのものづくりの技術、匠の技が継承されていない部分があるので、やっぱり先輩方のお力を借りたいということで、その時に玉川さんの、やっぱりその昔お会いした時のあの姿と、それからお名前、実績、そういうことがこう脳裏にこうひらめきましてですね、しばらくの間っていうのもだいぶ長いことがね、はい、お互いにお会いする機会がなかったんです、はい。40歳近く年が離れた後輩からターンテーブルの製造について技術協力の要請を受けた玉川。どうもこれはデジタルばっかりやった人たちの集団では、なかなかこれアナログっていう部分は難しいんじゃないかな、我々でもお手伝いできるのがあったらお手伝いしてみようじゃないか、我々が作ったブランドやろうと、こういう、ね、イメージが非常に強いんだよね。でそれがもう一点とこういうなったもんですから、ここにおるあの人たちもみんな燃え上がったと。小川が匠の技を求め玉川に協力を要請したのはトーンアームの製造だった。組み立てに必要な部品を集めること自体が難しいというトーンアーム。しかしこのアームの滑らかな動きがアナログサウンドの魅力を最大限に引き出すためには欠かせない。組み立ては全て手作業。ハイファイサウンドを再生するためにはわずかな狂いも許されない。細やかな職人技が必要となるため、訓練を積んだスタッフが作業に当たっている。作業を管理しているのは
10年前に松下電器を退職した大谷春幸。極力細い線を使わないと、もうアームの上下と回転の動きが滑らかになりませんので、非常に細かい線を使っています。この接点の組み立てだとか、そういうところは非常に神経を使いますし、手の器用な人とか若い人でやると非常に難しいんですよ。トーンアームの製造に協力したアクアテックには、ターンテーブルの開発と製造を担うパナソニックのエンジニアが集まり、玉川や大谷からさまざまなことを学んだ。大谷さんに、まあ直にこの図面、この何ミクロンかで書いてありますけど、本当に必要なんですか、もうここが肝なんだと、ここを守らないとこういう問題が出るし、もうここまでしか許せない、さすが先輩っていう感じですね。もう実際その仕上がってきた部品を見たら、まあ素晴らしいって言いますか、すごい精度で上がってると。まさにあの人たちがいなかったたらこの部品自身できなかったのかなっていうふうに思いました、はい、世代を超えて日本のものづくりの心を結集したトーンアームが完成した。そして新しいターンテーブルの品番は名機 SL1200 を引き継ぐ SL1200G となった。2016年1月、アメリカラスベガス、世界最大級の家電ショーで SL1200G はオーディオファンの前に姿を現した。もうびっくりするほどの反響で、発表して数日間で、レディーガガを超えるぐらいの、Facebook もですね、反応がありまして、やっぱりこれは過去に本当先輩方が築いてくださった、やっぱりブランドとやっぱ商品の強さ、そういったもののおかげだなと改めて感謝もいたしました。大量に作って安くという分野からも離れて、独自の新しい文化に目覚めた商品を作る、それにはやはり日本人の特性、感性、そういうものを持って生かしたものづくり、そういうのはこれから の若い人たちの大きなテーマだなと思っています。ターンテーブル SL1200G は世界のオーディオシーンに新たな足跡を刻み始める。栃木県宇都宮市、テクニクスの製品はここにあるものづくり革新センターで生産されている。高級オーディオにふさわしい緻密な製造技術、一般にイメージする工場の生産ラインとは異なる組み立て作業は品質へのこだわりからだ。専用の作業台を使い、熟練したスタッフが組み立てをしている。特にスタイラスイルミネーターなどの細かな部品の組み付けは最も繊細な手仕事が要求される。アナログ機器であるターンテーブルは一台一台回転性能などを細かくチェックする。この内部の配線処理、こちらもですね、非常に配線処理一つ一つがですね、音質にも影響を与えるということで、最新の注意を払って左右対称でですね、美しい配線というのを目指して、組み立ての方をしております。なぜユーザーの目に触れることのない内部の配線にまでこだわるのか。例えば部屋が汚れると気持ち悪いと同じように、やっぱり中も整然としていて、例えば電子というのがね、中で入るわけで、電子君は例えば直角、なかなか曲がれないんですよね。だから電子君うまく曲がれるように、ちょっと斜めにしてあげるんですよ。でこれはもう音に出ますから。でここでね、直角曲がると音がストレス感じるんですよ。そういうところがやっぱりこう設計者の魂というか、こだわりというか。メイドインジャパンの誇りを持って
日々の業務に当たるスタッフたち。一つ一つの工程を何とか積み上げていって、初めてやっとセット1台ができるっていうところに、そのものづくりの大切さと、お客様にそれを通じて、そのセットを通じて感動をお届けできるっていうところに、そのものづくりの面白みがあるんじゃないかなっていうふうに感じてきました、はい。完成した製品の外装はスタッフが目視で最終チェックを行う。わずかな傷も見逃さないという気迫がこもる。小川がテクニクスの哲学に込めた思いは生産の現場にまで行き届いていた。テクニクスの製品を初めて作った時の感動ってやっぱりありますんで、まあそういう感動ですね、まあ、忘れることなく、お客様にそういう感動をちょっとでもお届けできたらというところはやっぱり感じています。設計の開発者の思いを組み上げて、ここで具現化していくっていう作業が非常に面白いところですね。そのためには、例えばレコード会社の皆さんですとか、まあ、針メーカーの方にも協力いただいたりとか、こういうところまで結実させているというのが非常にやりがいのある仕事です。ものづくり革新センターで組み立てられた SL1200G が世界のオーディオファンの手元に届く日も近い。テクニクスブランドの復活は日本のオーディオファンにとっても朗報となった。中学の時初めて買ってもらったのはテクニクスのポンポなんです。でついこの間まで元気で使ってたんですけど、まあ、また新たに新しいのが出て、そのデザインともに大変いいかなと思います。欲しいなと。テクニクス SL1200G の発売を知ったこの2人は純粋に嬉しいです。まずそのテクニクス復活っていうことが多分みんな勇気もらったと思うんですよ。あ、テクニクス来たみたいな、帰ってきたヒーローがみたいな感じですね。それぐらい好き。大好きです自分の人生を否定できないんでね、自分自身は。 SL1200G の開発に匠の技で貢献した玉川の心に去来する思いは、大事なのはやっぱり日本人の感性に合ったものづくりというものをやらないか、まあ、日本人はもともと文化的には非常に優れた民族性がありますんで、何でも美しく使いやすくという方向へ向いていろんなものを作ってきましたんで、その流れを大事にしながら独自のものづくりをやらないか、そんな感じですね。そして新生テクニクスの評価は、テクニクスの音っていうのはやはり非常に透明感があって粒子感が細かく、で空間感がすごく綺麗なんですよ。そういう意味ではやっぱり音楽の非常に綺麗な部分をうまく出してるなと。クリアで見通しが良くて透明感が高いというのがね、それがまさに一つの強みというか特徴で、音はまさにブランドのアイデンティティなんですよ。大阪府門真市にあるテクニクスの開発拠点。この日小川は市長室にいた。他の開発メンバーと真剣に耳を傾ける。社内で音決済と呼ばれている作業だ。オーディオにおける音というのは、まあ、品質の、まあ、一番大事な、要素なんですね。どこまで完成度を高めていくかというところを責任者が意思を持ってこれでよしというそういうことをやっぱり決めなければいけないんですね。プレッシャーはあります。1時間2時間やはり納得がいかないときはもう何時間も、聞いて議論をしてということに落ちる時があるんですね。やはりお客様に感動をお届けするというのはもうやってやりすぎるっていうことはないんですね、はい。テクニクスブランドに対する責任、それはここまで徹底していた。ハイエンド製品に添える取扱説明書には一部一部に音の責任者である小川が署名を入れている。
復活を担ったものとして小川はテクニクスのこれからをこう思い描く。空気を通じて音を聞くという、それはまたヘッドホンで聞く音とは違う感動体験があります。でその感動体験を一度でもしていただくとすごいっていうふうに若い人たちでも分かってくださるんですね。でやっぱりそういう体験の機会を、どういうふうにご提供するかというのも私たちの務めだと思っていますし、まあ、これは本当にものすごくハードルの高い挑戦ではあるんですけれども、これを、まあ、私たちが挑戦しないと新しいオーディオの未来っていうのが開けないんじゃないかなというふうにも思っています。一方、メーカーの役員ではなくジャズピアニストの立場からは、よみがえったテクニクスをどう捉えているのだろうか。音楽の表現者というのは一つの音を出すためにものすごく長い時間をかけて鍛錬しているわけですね。毎日毎日すごい練習を重ねています。でその一つの音を出すためのその瞬間の、演奏家が込めたいと思っている、命、力、メッセージ、そういったものをやはり私たちは、オーディオを通じて聞きたいなと思うんですね、演奏家として。でそれが再現できているかどうか、実現できているかどうか、そういう目で多分演奏家もそしてリスナーの方々も聞いてくださってますので、それをテクニクスでは実現したいというふうに思います。テクニクスの歴史に対するリスペクト、そして誇りから湧き出る音に対する徹底したこだわり、そこにはメイドインジャパンのオーディオブランドとしての気概がある。熱い思いを持って生み出されたテクニクスの製品は、音楽を愛する全ての人に感動を届けていく。